お見事。びっくりした。すみません。こんな早くに誰が来てるのかなってつい。小田切くんと伏見さんだっけ。おはようございます。すごいな、来てすぐ真ん中に命中なんて。そういうのは難しいと聞いたが。ありがとう。でもダメ、なんてか当てれてないってか、当たると思えてないっていうか。気持ち的な部分ですか。名人の境地だな。秘密特訓の成果というわけだ。今日はたまたまだよ。いろいろあって落ち着きたくて。てか二人こそ朝早くない？それは、実は会長から未明に突然メールがあって、しばらく学校を休むからって。あ、修学旅行が近いからね。会長抜きだと放課後だけじゃ足りないんだ。そのいずれ知れると思うから言うが、実は会長、お父さんが亡くなったって言うんでしょ。知ってたんですか。寮一緒だしね。私さ、心配って思うのにいつも気づくとしっかりしてよみたいに言っちゃってて、ひどいよね。なんでだろう。二人が羨ましい。いつでもまっすぐ尊敬してて。竹葉先輩、同じ体験してんだから、本当は私一番分かってあげなくちゃなのに。同じ体験？私もお父さんいないの。ほら、10年前にここで起きたって事故知ってるでしょ。爆発事故？じゃ、犠牲に？まあね。そうだったんですか。でもさ、大事なもののためなら辛さ我慢できる時あるけど、一番大事なものなくした気持ちは理屈で我慢できたりしないと思う。少なくとも私はそう。未だに引っ張ってるし。なのに先輩、あんな冷静で弱音とか言わなくて。まあ強い人ってことなのかもしれないけど。あ、てかごめん、朝からこんな話。いや、こちらこそ邪魔してすまなかった。会長ってもしかしたら学校の友達なんて意味ないくらい、すごく深い孤独とかあるのかもしれませんね。孤独？高校の生徒会って中学までと違って人の上下とか結構生々しい時あるんです。上の人は時には反対を押し切って決めなきゃいけなくて、そういう種類の苦労って他の人に絶対分かってもらえない時があるから。学校でさえそうなのに、会長は霧城グループの一人娘で。そうだな、本当はどんな世界に暮らしてるんだろうな。先輩、今頃どうしてるかな。